皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。魅力だけ100以下です。これってさ、お金も持ってて勉強もできて絵も描けて流行に敏感で運動もできて気配りもできるけど、女としての魅力は欠けてるってこと？はい、爆弾処理します。佐伯くんに電話しよう。はい、佐伯です。あー、佐伯くん、私黒宮ユリアですけど。はい、あの黒宮ユリアです。ああ、なんか用か？来週繁華街のカラオケボックスに行こう。来週カラオケボックスへ歌いに行かない？行かない、興味ない。そっか、そう。じゃあ、うん、またね。うん、残念。あれ、誰だろう。もしもし、まさきだけど。まさきくん。あれ、まさき先輩、どうしたんですか？ああ、用事つうかさ、今度の日曜なんだけど、お前って予定どうなってる？なんもない。特に予定はないですよ。空中庭園に行きてんだよな。お前もどうだ？行きたいです。はい、喜んで。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまった。ぼーっと生きてんじゃねえよ。そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。ですね。待ち合わせ場所は羽ばたき駅でいいですか？じゃあ今度の日曜日そこで。遅れんなよ。はい、じゃあな。はい。マサキ先輩にデートに誘われちゃった。あ、おい、ちょっといいか？はい、何でしょう。あ、マサキ先輩、何ですか？これ、今日ホワイトデーだろ。はい、あの、今仕事中ですよね。ま、大したもんじゃねえんだけどな。そうなんですか？でも嬉しいです。いいんですか？ありがとうございます。おう。さて、仕事仕事。そうですね。プレゼントくれるなんて、開けてみようかな。今？クリスタルサンキャッチャー。うわー、おしゃれー。わー、キラキラしてて綺麗。帰ったら部屋に飾ろうっと。今日はまさきくんとデートです。3月になったからこの格好じゃ暑いよね。トップ脱ご。アクセサリーはこのままでいっか。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。まさき先輩は？あ、いた。まさき先輩、ごめんなさい、待ちました？待つ分にはいいんだけどよ、心配すっから連絡くらいよこせな。はい、はい、すみませんでした。うん、じゃあ行こうか。はい。お、どうしたんですか？え、どうしたんですか？いいな、その服かわいいし似合ってる。合格20丸。本当ですか？ありがとうございます。よかった、この服気に入ってくれたみたい。風、そんな強くないといいな。ま、強くても面白いんだけどさ、俺としては。そうなんですか？あ、天の橋さん、ここ地上何メートルあんだろうな。人も車もすっげー小さい。そうですね、空を見てる方が楽しいですよ。本当におもちゃみたいですね。怖くて見られません。そうだな、まあ一番下はないとして、3回目なんだよね。これかこれだけど、上の方が特別会話っぽいかな。空を見てる方が楽しいですよ。空
か。それは気づかなかったわ。そうですか？今までは見たことなかったんですか？おお、続いた特別会話だ。うん、ここじゃ空より地上を見る専門。やっぱ上より下に目が行くだろう。ああ、確かに。じゃあ今日が初めてですね。だな。初めてがお前と一緒っていい記念になった。そうですか？そう言ってもらえると嬉しいです。それ本気で言ってくれてます？なんでちょっと疑ったの？言ってる言ってる。俺の言葉を聞こうとせず空を見上がれと進めてきた記念。なんですかその嫌な記念。お前といると本当新鮮で面白い。日々発見。そのままでいてくれな。はい、変わらずこのままでいます。はい。いい記念というよりただ面白がられてるような。あー、お前のおかげで笑い疲れた。顔が痛え。そうですか？けどこういう疲れは大歓迎だ。近いうちにまた誘うから、その時は時間作るな。はいはい、楽しみにしてます。お、いい返事。20丸。そうですか？お前時間まだ平気か？大丈夫なら送っていくぞ。いいんですか？ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ今日はちょっと遠回りして帰るか。はいはい。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。はい。まさき先輩に送ってもらっちゃった。はい、爆弾処理します。芝君に電話しよう。芝です。あー、芝君、黒宮ユリアだけど。ああ。もしもし？用事があってかけてきたんだろ。早くしろ。来週臨海地区の空中庭園に行こう。来週空中庭園に行かない？無理だ、その日は。そっか。そう、それなら仕方ないね。切るぞ。うん、またね。残念。あ、はい。あれ、まさき先輩、どうしたんですか？お前さ、今度の日曜日って、なんか予定あったりする？なんもないです。特にはないですよ。商店街をぶらつこうと思ってんだ。お供でついてこね。ついていきます。はい、喜んで。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまった。ぼーっと生きてんじゃねえよ。そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。ですね。待ち合わせ場所は駅前広場でいいですか？じゃあ今度の日曜日そこで。遅れんなよ。はい。じゃあな。はい。まさき先輩にデートに誘われちゃった。今日は進路指導の日。私の進路は、まさきくんはここにいないから、まさきくんがいる大学へ進学する。よし、大学へ進学しよう。今の実力なら一流れ大学の合格圏内に入ってますね。一流れ大学ですか？よし、受験勉強頑張るぞ。私は二流れ大学でいいんだけど。今日はまさきくんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを変えましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。まさき先輩は？あ、いた。まさき先輩、ごめんなさい、待ちました？
待つ分にはいいんだけどよ、心配すっから連絡くらいよこせな。すみません。はい、すみませんでした。うん、じゃあ行こうか。はい。お、何ですか。え、どうしたんですか。いいな、その服かわいいし似合ってる。合格20丸。本当ですか。ありがとうございます。よかった、この服気に入ってくれたみたい。どっか行きたい店はあるのか。あるんだったら遠慮せずに言えよ。はい。これなんかどうだ。そうですね、どうしよう、迷うな。うん、パスします。よし、今度チャレンジしてみます。これだ。よし、今度チャレンジしてみます。いつも選んでるのとちょっと違うかもしれねえけど、いけると思うぞ。本当ですか。やったね、バッチリ好印象。あー、お前のおかげで笑い疲れた。顔が痛え。そうですか。けどこういう疲れは大歓迎だ。近いうちにまた誘うから、その時は時間作るな。はいはい、楽しみにしてます。お、いい返事。20丸。そうですか。お前時間まだ平気か。大丈夫なら送っていくぞ。いいんですか、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ今日はちょっと遠回りして帰るか。はいはい。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。はい。まさき先輩に送ってもらっちゃった。あれ、誰だろう。もしもし、まさきだけど。まさきくん。あれ、まさき先輩どうしたんですか。ああ、用事つうかさ、今度の日曜なんだけど、お前って予定どうなってる。なんもない、特に予定はないですよ。ドライブにでも行ってみねえかなって思ってさ。行きたいです。はい、喜んで。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまった。ぼーっと生きてんじゃねえよ。そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。ですね。待ち合わせ場所は自宅前でいいですか。じゃあ今度の日曜日そこで。遅れんなよ。はい。じゃあな。はい。まさき先輩にデートに誘われちゃった。今日はまさきくんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを買いましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。まさき先輩は、あ、いた。まさき先輩、ごめんなさい、待ちました。待つ分にはいいんだけどよ、心配すっから連絡くらいよこせな。はいはい、すみませんでした。うん、じゃあ行こうか。はい。あれ、それ俺がプレゼントしたやつ。そうです。はい、そうです。早速つけてみました。どうですか。やっぱそうか。ちょっと心配だったけど大丈夫みたいだな。はい、すっごい気に入ってます。うんうん、似合ってる似合ってる。本当ですか、ありがとうございます。まさき先輩喜んでくれてるみたい、よかった。お待たせ。さあ乗った乗った。ちょっと狭いけど我慢してくれな。はい、大丈夫です。お邪魔します。どこか行きたい場所あるか。海に行きたいです。まさき先輩にお任せします。ハート。あれ、こんな選択肢あったっけ。峠を攻めましょう。イニシャル D。 海辺をドライブしたいです。そうだな、選択肢に名前があるからこれが正解かな。まさき先輩にお任せします。お、
いいな。じゃあ今日はマサキン元春特別企画のシークレットドライブだ。行くぞ。はい、やったね、バッチリ好印象。来た。寄り添ってみる、危ないわ。服を引っ張ってみる、危ないわ。見つめてみる、危なくはないけど、寄り添っちゃおうかな。寄り添ってみる。わっ、何やってんだお前は。運転中。ごめんなさい。すみません。まあそういうのは嫌いじゃないっていうより、お前なら大歓迎だけどさ。え、本当ですか。次は車が止まってる時にしろ、なんてな。はい、車が止まった時にします。なんかドキドキしちゃった。あー、お前のおかげで笑い疲れた。顔が痛え。そうですか。けどこういう疲れは大歓迎だ。近いうちにまた誘うから、その時は時間作るな。はいはい、楽しみにしてます。お、いい返事。20丸。そうですか。お前時間まだ平気か。大丈夫なら送っていくぞ。いいんですか、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ今日はちょっと遠回りして帰るか。はいはい。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。はい、まさき先輩に送ってもらっちゃった。あ、はい。あれ、まさき先輩どうしたんですか。お前さ、今度の日曜日ってなんか予定あったりする。ないです、特にはないですよ。お、そしたら植物園でのんびりしようぜ。はいはい、喜んで。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまった。ぼーっと生きてんじゃねえよ。そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。ですね。待ち合わせ場所は公園入り口でいいですか。じゃあ今度の日曜日そこで。遅れんなよ。はい、じゃあな。はい。まさき先輩にデートに誘われちゃった。今日はまさき君とデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを買いましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。まさき先輩は、あ、いた。まさき先輩、ごめんなさい、待ちました。待つ分にはいいんだけどよ、心配すっから連絡くらいよこせな。すみませんでした。はい、すみませんでした。うん、じゃあ行こうか。はい。お、どうかしました。え、どうしたんですか。いいな、その服かわいいし似合ってる。合格20丸。本当ですか、ありがとうございます。よかった、この服気に入ってくれたみたい。ここ変な植物も結構あったりして好きなんだよな。私もです。案外覚えてるもんだな、花の名前。そうなんですか。有沢さんには負けますよね。ではあれは何でしょう。アンネリンにいるんだから当然です。そうだな、これ3回目だよね。どれかが特別会話っぽいけど、消去法だったらこれかな。アンネリンにいるんだから当然です。そうだよな、なんだかんだ言って長いしな。俺にしてはどのくらいバイトしてるんですか。そうなんですか。お、続いた、特別会話だ。うん、最初は2週間の短期アルバイトで入ったんだよ。2週間、短っ。大したことないだろうと思って高をくくってたら、これがまた初日からきつくてな。
まあそれはどのバイトもそうですよ。すぐにでも辞めてやろうと思ったけど、それは人として良くないから踏みとどまったんだけどな。おっとな。よかった続けて。えらいあの時の俺。そうですね。でもどうして続けようと思ったんですか。ま、簡単に言っちまえば仕事が気に入ったからだな。素敵ですねそれ。のんきそうに見えて実は力がいる。で、意外とセンスも問われるだろう。ディスプレイもアレンジも。はい。そういう面でもなかなか面白い仕事だなって思ってな。そうだったんですね。いずれ自分にプラスになるかもしれないと思ったらめちゃめちゃ仕事が楽しくなった。本当にすごいわ、まさきくんって。まあどうなるのかは分かんねえけどな、まだ。そうですね。いい方向に行くといいですね。ああ、でも仕事以外のプラスはあったぞ。それはもしかして私に出会えたことですか。どんなことですか。出会い、やっぱり店長と有沢さんですね。私もそう思います。間違っちゃいないけど。あともう一人いるだろう。はい、私です。もう一人。ああ、気づいた。お、誰だ誰だ。私、お客様。ここまで来るとな。そうだな、いろんなお客様と出会えるもんな。今すぐ正樹くんの肩を叩いてドンマイって言ってあげたいわ。ああもちろん、正樹先輩も入ってますよ。フォローになってるかな。サンキュー。おまけ程度の付け足しでもそう言ってもらえて嬉しいよ。そうですか。最後か。まさきくん、まさき先輩、ひょっとして拗ねてる？あなたのせいよ。ああ、お前のおかげで笑い疲れた。顔が痛え。私もです。けどこういう疲れは大歓迎だ。近いうちにまた誘うから、その時は時間作るな。はいはい、楽しみにしてます。お、いい返事。20丸。そうですか。お前時間まだ平気か。大丈夫なら送っていくぞ。いいんですか。ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ今日はちょっと遠回りして帰るか。はいはい。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。はい。まさき先輩に送ってもらっちゃった。あ、はい。あれ、まさき先輩どうしたんですか。お前さ、今度の日曜日ってなんか予定あったりする。なんもないです。特にはないですよ。ドライブにでも行ってみねえかなって思ってさ。また？いいですよ。はい、喜んで。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまった。ぼーっと生きてんじゃねえよ。そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。ですね。待ち合わせ場所は自宅前でいいですか。じゃあ今度の日曜日そこで遅れんなよ。はい。じゃあな。はい。まさき先輩にデートに誘われちゃった。今日はまさきくんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを変えましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。遅れすぎじゃない。まさき先輩は開いた。まさき先輩、ごめんなさい、待ちました。待つ分にはいいんだけどよ、
心配すっから連絡くらいよこせな。すみません。はい、すみませんでした。うん、じゃあ行こうか。はい。あれ、それ俺がプレゼントしたやつ？はいはい、そうです。早速つけてみました。じゃん。やっぱそうか。ちょっと心配だったけど大丈夫みたいだな。はい。うんうん、似合ってる似合ってる。本当ですか？ありがとうございます。まさき先輩喜んでくれてるみたい。よかった。お待たせ。さあ乗った乗った。ちょっと狭いけど我慢してくれな。はい、大丈夫です。お邪魔します。もうしばらく行くとお化けが出るって有名なトンネルがあるんだよ。え、そうなんですか？てかこの内容初めてなんだけど、ドライブイベント多いな。そういえば聞いたことあります。私ないけど。そこは迂回しますよね。見えすぎた嘘はつかないでください。何言ってんの？そうだな、上気になるな。そういえば聞いたことはあります。お前も知ってるってことはマジで出るのかもな。今度行ってみっかな。私もお供します。まあまあかな。まあまあなの？迂回した方が良かったかな。はあ、今日はいい感じに楽しめたな。そうですね。また今度暇な時にでもどっか行ってみっか。はい。お前時間まだ平気か？大丈夫なら送っていくぞ。いいんですか？ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ今日はちょっと遠回りして帰るか。はいはい。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。はい。まさき先輩に送ってもらっちゃったというところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。